伊佐沢の久保桜伊佐沢の久保桜は山形県長井市にある桜の古木。国の天然記念物に指定されている。ライトアップ樹齢約1200年と伝わる江戸悲願の古木。長井市の西部に位置する東北地方有数の桜の巨木で樹高13.85メートル、根臭10.8メートル、幹臭8.1メートルにもなる。昔は 枝が 40R ほどにも広がるため、四端桜とも呼ばれ、天保、高架の頃は、花の時期に、米沢藩主が来館し、樹花 10R の土地は、明治維新まで無税地となっていた。1924年12月9日に、国の天然記念物に指定された。指定名称は、伊佐沢の久保桜である。追い玉桜回廊の見どころの一つとして、 毎年4月下旬に薄紅色の花を咲かせる。延暦11年、聖遺体将軍坂の上の田村マロが、江戸政党の軍に従事し、前時、道の区ではを準備してこの地来たあり。豪族久保氏の女お玉が厚く、これに侍す。将軍軍領を納めて猿や、お玉、追母恋の情に耐えず、翌年遂に病没す。将軍これの府に接し一株の桜を、 お玉の墓に手植えして、モテ防表とセリー蒸気の句伝から、久保桜は別名、お玉桜としても親しまれている。また、起源については、諸説あり、坂の上の田村マロが、お玉の死を痛みないを送ったという説や、地元の豪族が妻と娘の死を痛み手植えした、ものという説がある。公妃によると、幕末の頃、 小敷が桜の根元の祠に宿って、炊事をしたところ、日垣に燃え移り、朽ちた部分を燃やし、養分の通う皮の部分まで焼いたため、大枝2本、その他の枝が枯れ落ちて、樹形が一変してしまったと言われる。小敷の焚き火の事故の後、土地の人々は残った枝に支柱を立て、柵を巡らして、桜の保護を続けた。現在でも60本余りの支柱が、 久保桜を支えている。一見、連理の桜のように見えるが、これは2006年から行われている、受精回復作業、老朽化によるものである。2006年、加賀により、上半身が重くなり、老朽化した幹に過大な負荷がかかり、太い幹に、座屈と言われる、上部からの圧迫による亀裂が生じてきた。このままでは、幹や枝が持ちこたえられない状況になったため、 文化庁の承諾を受け、前代未聞の大掛かりな外科的な手術を施すことになった。最終目標は、日本の木のように見えるようになった、久保桜に、新たな根を発生させて、それを地面まで誘導し、太い根に育て、やがてはその根を幹に転化させ、昔の一本の巨木に戻すことであり、5から10年ほどの期間を要する計画となっている。本来であれば、 桜は古木になると、幹の中心部が朽ちて空洞が広がるため、自ら不定根と呼ばれる根を発生させ世代交代を、する。しかし久保桜の幹は、内部が火を受け炭化し、不定根が発生しにくい状況にある。2006年から、ピートモースと木炭を混ぜ合わせたものを用いて、樹勢回復作業を行っている。2010年の段階で、ゲ根状の不定根が確認されており、 太さ3センチメートルで地面にまで届いているものがあるという報告が出ている。大正14年山形県発行史跡名称天然記念物調査報告書による。ありがとうございます。